会社にこんな男がいた。やたらと文句ばかり言って、人の上げ足取りばかりをする。特に自分よりも立場の弱い人に対して。それと自分のことを非難されるとヒステリックになって怒るので、上の人間も腫れ物を扱うような感じで接していた。能力はそこそこあったから、仕事は回していた感じなんだけど、そこそこの能力なのに、自分は特別優れた人間だと思い込んでいる。周囲はその人がヒステリックになると面倒だからということで、君はできる人だ、みたいな感じで褒めていた。その方が無難だったから。でも、事実を知っている人たちからは冷笑されていた。で、その人の下に若者をつけるとやめてしまうわ、ノイローゼっぽくなるわで、会社側としてもどうにもこうにも困ってしまってた。ある程度の年齢になったら、皇族を育てたり、組織の管理をしたりってことが求められるし、そうしないと会社としても利益が上がらないから困ってしまう。でも彼は自分は特別能力がある優秀な人間だからずっと同じ仕事でやっていくと考えている。ポイントは自分は特別な優れた人間だ。だから周囲に合わせることはない。世の中は敵で、自分は孤独に世間と戦い続ける人間だ、と考えていることなんです。自分に欠点があったとしても、周囲が悪いという。部下が潰れてしまっても、そんなできない部下を持った自分が不幸だ。あんなこともできない奴が悪いと主張する。自分の欠点を周囲に転嫁しているのだ。その欠点が人間性の部分だから立ちが悪い。だから彼のためを思って意見を言ったり、欠点を直した方がいいよということも一切耳を貸さない。彼は周囲の親切も実は裏があって、自分を潰そうとしていると思い込んでいるらしい。で、そんな彼が結婚することになった。彼の本性を知っている者たちはものすごく驚いた。よくあんな男を選ぶ女がいるな。まあ、口がうまいから騙されたんだろう。などと噂し合った。結婚式に会社の連中何人かと一緒に参加したんだけど、なんだか妙な結婚式だった。親族はほとんど出席していなくて、参加者は結構いたんだけど、新郎新婦の周囲は人がまばらだった。新婦の知り合いは2、3人で、皆無口だった。あとは、それぞれ仲のいいグループに分かれて談笑している。普通は結婚式といえば幸せなムードが溢れているでしょう。昔からの知り合いとかもやってきてさ。それがどうにもよそよそしい雰囲気が漂っていて居心地が悪かった。新婦はお人形さんのようで表情がよくつかめない。ニコニコしているようだが、感情が動かないというか、ニコニコしながら無表情というか、ドキドキ首をかしげるぐらいでほぼ無口。顔立ちは可愛いが、ちょっと一緒にいると間が持たないという感じだった。ブーケトスもやったんだけど、全然盛り上がらず、わー、パチ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 。と、
形式的な拍手と歓声で終わってしまった。会社のやつと一緒に帰っているとき、今日の結婚式は一体何だったんだろう、とみんなで話し合った。それからしばらくして、彼が会社を休んだ。次の日出社した彼によれば、奥さんの家で不幸があったとのこと。周囲は大変だったね、お気の毒に。まあ気を落とさずに、みたいなねぎらいの言葉をかけた。それから半年ほどして、また彼が会社を休んだ。理由は同じだった。その時も、本当に大変だね。辛いことが重なるけど、気を落とすなよ。奥さんに優しくしてあげなよ。と、同じくねぎらいの言葉をかけた。しかし、一年も過ぎないうちに、また同じような理由で会社を休んだ。その時はさすがに何人かは変だなと思い出したんだ。まさか休むために嘘をついてるんじゃないのかと。しかし、いくらなんでもいい大人がそんな見え透いた嘘をつくだろうか。しばらくして彼に子供が生まれたと話題になった。おめでとう。よかったじゃないか。子供は可愛いだろう。これでついに父親だな。と、ワイワイ盛り上がった。それから半年ほどして、彼は会社を休んだ。理由は子供が亡くなったからだそうだ。みんなは言ったさ。気を落とすなよ。辛かったら無理するなよ。大丈夫か？一緒に酒でも飲みに行くか。それで気づいたんだけど、その時の彼は落ち込んでいるようには見えるけど、なんというかケロッとしているようにも見えたんだ。よくわからないけど、この不幸は人ごとみたいな感じ。とは言っても思い込みかもしれないから、断言はできないけど。それからしばらくして彼は退職することになった。理由はどうも自分の処遇に不満があるとかなんとかそういう感じだったと思う。その後彼の荷物を総務の人が届けに行ったそうだ。その人から聞いたんだけど、彼は夫婦でマンションに住んでいるが、そこはほとんどゴミ屋敷だったって話なんだ。玄関から見ただけだそうだが、とにかくゴミでいっぱい。テレビでたまに見るゴミ屋敷そのものだったそうだ。それで変な匂いがしたので、部屋に上がるのは遠慮したとのこと。その時応対に出てきたのは奥さんの方で、彼女は白いレースの服を着ていたそうだ。ただその服には引っかいたような穴が開いていたらしい。ものすごく意外だった。なぜかというと、彼はいつも清潔な服を着ていたし、デスクも綺麗でゴミ一つなかった。靴もおしゃれだったし、ゴミ屋敷は彼からは想像もできなかったんだ。オチらしいオチがなくて申し訳ないけど、これでおしまい。とある高層ビルでバイトをしていた時の話です。高層ビルには直通エレベーターがありますよね。ここのビルは8で割れる階数ごとに
直通エレベーターがありました。例えば、1階から16階行きなら、1階から8階までが直通で、8階から16階まで各階に止まるという仕組みになっています。7階まではテナントが入っていて、夜8時になると営業終了になるので、セキュリティのため、1階からのエレベーターはすべて8階までの各階に止まって、8階で一度降りて、守衛さんに社員証を見せて、次のエレベーターに乗せてもらいます。直通は8階から24階になるので、15階までの方はとても面倒です。私が行っている会社は12階でした。こんな面倒なシステムになってしまったのは理由があったんです。その日、もう一人のバイトの男の子と一緒に印刷物を取りに行ったのですが、3時間待たされてビルに着いた時には午後8時を3分ほど過ぎていました。二人でダッシュをしたら、なんとか最終の直通エレベーターに間に合ったのです。ぜーぜー言いながらドア付近に荷物を下ろし、バイトの男の子が12階を押しました。ボタンを押しながら、何階ですか?とその子が聞いたんです。私たちだけかと思ったら、定年間近ぐらいの小柄で細身の黒縁メガネをかけた真面目そうでとても優しい顔をした男性がエレベーターの奥に立っていました。その方が、すいません、9階を押していただけますか?と軽く頭を下げてとても礼儀正しい方だと思いました。その方はさらに、遅くまで大変ですね。体を壊さないようにほどほどにしなさいね。とバイトの男の子に微笑みかけながら言ったんです。仏様みたいな人、いるだけで癒されるようなそんな感じの男性でした。やがてエレベーターが止まりました。私たちはドアの付近に立っていたので、お互い左右に分かれる感じで道を開けました。その時、お前ら何やってんだ?ドア閉まるぞ。という声が聞こえました。エレベーターホールは喫煙所にもなっていて、印刷物を頼んだ課長がそこでタバコを吸いながらエレベーターの中を覗いたんです。え?よく見ればそこには見慣れた風景と壁には12階のロゴが貼ってあります。急いでエレベーターから降り振り返ってみると男性の姿がありませんでした。私は確かにバイトの子が男性に言われて9階のボタンを押したのを見ました。二人ともかなり息が上がっていました。エレベーターのドアに手をついてぜーぜー言っていたので、止まる階の近くになるとボタンのランプが消えるため、私はずっと9階のボタンを見ていたんです。バイトの子も見ていたそうです。課長にその話をすると、ああ、佐伯さんだよ。と、不思議がることもなくそう言いました。課長がまだ若手社員だったバブルの頃、9階にあった証券会社に佐伯さんという定年間近の男性がいて、他の会社の方にも気配りをするような、本当に仏様みたいな人だったそうです。その日、遅くに営業先から帰ったようで、
9階のエレベーターホールで亡くなっていたのを、朝出社した社員が見つけたそうです。過労死だったそうです。お葬式には、ビル内の他の会社の方たちも行ったほどだったそうです。守衛さんたちも、社員が残っているか、ちゃんと確認できればと悔やんでいたのだとか。それがきっかけで、ビル内に社員が残っているかどうか、それを確認するため、夜8時になるとエレベーターが変わるシステムになったそうです。課長の話では、佐伯さんは働きすぎで倒れそうな人がエレベーターに乗ると出るんだそうです。佐伯さんが来たってことは、お前らも働きすぎだから、今日はもう帰って休め。明日も休んでいいぞ。課長はそう言いました。偶然かもしれませんが、一緒にいたバイトの男の子は、佐伯さんと会った日、少し熱があったそうで、休んだ日、高熱が出たそうです。課長が休めと言わなければ、無理をしてその日も来ただろうと言っていました。今でもはっきりと覚えています。幽霊と言われても信じられないほど、はっきりくっきりとした姿で、人がそこに立っている感じでしたから。でも真冬だったのに、佐伯さんは半袖のワイシャツを着ていたんですよね。私が体験した話は以上です。